これは日本海だね。おお、日本海行きますわ。ナイスボート。ナイスボート来ちゃった。おお、すげえ。これを右。関門トンネル通らないで関門大橋で来て短縮した時間を道を間違えて、チャラになりました。いいの。私はね、下関をちょっと走りたかったの。ほう、これが下関。綺麗な道だ。バイパス的な。バイク、イエー。すごい、今日100発100中。おー、やっぱり海沿いは晴れてる日じゃないとね。わー、向こうが遠い。遠いけどよく見える。下関北バイパスだって。ってことはもうこれは日本海だね。おー、日本海行きました。これからずっと日本海沿いを走っていきます。日本海沿いなんだけど、山入ったり、あと一旦広島に行ったり、また日本海沿いに戻ってきたり。バイク来ましたよ。バイク見てくれた。わー、潮の香りがすごいよ。匂いがするところとしないところがあるっていうのはなんでなんだろうね。風向きが海からこっちに来てても香りがしない時っていうのはあるよね。新下関駅右。今日はね、あまり寄り道ができないんですよね。まあ距離が距離だからね、380キロなんで。今日はね、昨日より気温高いから自転車はちょうどいいわ。今日の最高気温がね、山口県が26度もあるらしいんですよね。あーん、すごいのが来ちゃった。ナイスポート、ナイスボート来ちゃった。バイク、イエー。あんまりないな、こういう光景。ボートがこっち向いて前を走ってるって。おお、うわ、すげえ、すんげえ匂い。鼻の中目が痛いくらい。もうこれしぶき飛んできてるんじゃねえか。まず最初は本州最西端か。虫ついてたかな。ああ、そう、そういえば昨日ホテルで昨日の映像確認したんですけど、カメラの傷そんなに気にならないですね。割と目立つところにあるんだけど。バイク来ましたよ。バイク、イエー。かっこいい、こんなやった。ふぅ。前にでかいのがいると、前の景色が何も見えなくなる。ナイスボート。ここすごいブヨブヨする道。ちょっと。来させてもらおう。この道もわだつすごい。なんだこりゃ。
です。うわ、いいね、朝一で海が拝めるのはいいです。はい、斜め右、うい、道なりかな、違う、右折だ。お、なかなかディープなとこ入ってきましたよ。ナビがどっちにも色ついてるってことは、あ前にもバイク、後でおそらく向こうから来て右に行きますね。はい、これ左ですね。ふい、わあ、あ、ここはさっきのところと比べて波が穏やかだ。前の人たちも最西端行きますね。おお、壮大。ナビタイム、次の経由地までの距離、ナビタイムさんお願いします。でもゴール地点までの距離はずっと出てるんだけど、次の経由地までの距離が分かんないから、マップ上に出るまで近くに来てるかどうかっていうのがよく分からないんだよね。ビシャの花、前のバイクトレーサーかな。わ、結構登るね。あノッキングした。お、もう着く。ドラ最西端右 350m。 本州最西端、ここかな。おー、到着。よし、お、珍しいインプレッサークーペ。ことをめよった。じゃ行ってみようぜ。バイク等乗り入れ禁止、200m。しょうがない、行くか。ちょっと登るわ。いっぱい飛んでる。お、ここ本州最西端の地って書いてある。おお、なんもない。向こうに島があるわ。おお、すげえ。微妙に天気が悪いから向こうの方何にもないっていうか、海と空の境界線がよくわかんない、曖昧。おお、へー、
じゃあ行こう。最西端がここ、最南端、あ、最南端は行ったわ。最北端、うん、最北端も行った。最東端、最東端って行ったことないな。すごいね、今のところ3つ行ってるね、バイクで。ここ行ってみようか。本州最東端、岩手県宮古市東道ヶ崎。今度行ってみよう。ここね、来ようかどうか少し迷ったんですよね。本州最西端か、花がないような気がするなと思ってたんだけど、本州何々端に何気に行ってたね。大間崎と、あと和歌山と。私もその本州最西端っていうところで写真撮ろっかな。みんなあそこで写真撮るね。止まれ、一旦停止、厳守。ほい、じゃあ行きましょう。じゃあ次は角島ですね。角島大橋を見て、もし渡れるようだったら角島大橋も渡りましょう。さっきのセローの方は野田ナンバーだったな。自走でここまでってなかなか辛いよね、きっと。ケツ的にもタイヤ的にも。ああいうブロックタイヤ高速走るとあっという間になくなるって言うもんね。それを聞こうかなと思ったけど、一生懸命写真撮ってるからやめました。はい、これを左、左方向です。はい、よっしゃ。なかなかいいよ。長い長い。ふい。お、ジャンプ。ふい。よっしゃ。うわあ。山だな。これを左。OK。 駅だ、梅ヶ峠駅。本州最東端が岩手か。東北な、苦い思い出しかないからな。なんとかリベンジしたいから、その時に行こう。最東端、端、最東端かわいい名前に思えてきた。最東端、最西端、最南端、最北端。お、もう経由地すぐそこだ。 6.6 キロ。あ、違う、次角島じゃないわ。次ね、長門ブルーラインだわ。
スリングルート、こんなに近かったっけなと思ったら、そういうことだ。バイク、イエー、お、街へ来た、よっしゃ。まだ下関市だね。豊浦町、新潟にも豊浦っていう場所ありますよ。ほい、バイク来ましたよ、バイク、イエー、バイク、イエー、バイク、イエー。ずっと線路に沿ってるね、この道は。古っ、電車が、車両が古い。わーい、バイク、イエー、わーい。おーい、じゃあこっから長門ブルーラインです。はい、景色の良いルート、ここが直線、おお、ここが 11.3 キロ、通常12分です。うわ、ブルーライン、ブルーだな。海沿いの道ってだけだと思いますけどね。あ、これでさっきの電車来たらオレンジ色だから映えていい感じなんだろうけどな。おお、でも綺麗だわ、あんまり見えねえ、海があまり見えません。なんで今日こんなもやってんだろう。花粉は多かったけど、花粉のもやのかかり方じゃないんだよな、霧っぽいというか、そんな感じ。はい、来ましたよ、わーい、イエー、また来ましたよ、もうアメリカンだろうがなんだろうが何でもやる、わーい、イエー。でもね、何でもやると言ってもスクーターはな、生活の足で使ってる人がいるから、こっちのツーリングのテンションを押し付けると申し訳ないから、どうしても格好があからさまにツーリングっていう感じでなければやらないからね。あとビッグスクーターのね、返答率の低さでね、私がちょっとへこむから、それもあって躊躇しちゃう。向こうからやってくれればいいんだけどね、そうすれば返しやすい。めっちゃいかついアメリカンとか乗ってる人でも返してくれるからね。おお、海に突っ込んでいくような道だな。うおー、すげえ、こっからじゃん、景色のいいルート、すげえ。遠くまで見える、遠くまで続いてる道が、こっからでした。バイク来ましたよ、バイク、イエー、おー、いいじゃん。すごくがっかりしたけど、こっち側いいじゃんね。もっと夏とかさ、猛烈に晴れてると聞きたらすごそう。向こう何にも見えない。お、まっすぐ角島大橋、14キロだって。絶対混んでるぜ、もう10時4分だもん。うわ、すげえ。海、もっ
と晴れてればねもっと良かったんだろうけど。バイク、イエー。まだ下関市なんだね。めちゃくちゃでけえな。いいなあ、晴れてる日の海沿いはいいなあ。すげえゆっくり。はい、じゃあこれで長門ブルーライン終わりです。長門ブルーラインなのに長門市じゃないんだね。